お金と土産で、はい、こちらの石巻の長面の竹養殖業と一緒に産業復興という形で今、はい、このムール貝をですね、はい、6次産業化だったり飲食店へ販売っていうことをやってるんですけれども、はい、まあ、お話をしてる時に、はい、ぜひね、私が村田町ということで、はいはいはい、村田町の人に石巻の牡蠣食べてほしいって言っていたんで、今日道の駅の方のご協力で、はい、こういう企画ができたという。ああ、そうですか。はい。あ、横から持ってってね。はい。うまそう。うまいです。おお。だったらお味の方。最高うまいですね。マジっすか。マジっすか。ダメですね。本当ですか。うん。どうですか。はい、美味しいです。ですか、大きいところ。特大ですね。そうですね。こちらはですね、石巻ではシウリ貝と呼ばれてるんですけど、ムール貝の一種ですね。ああ、そうですか。はい。こ調味料は何が入ってるんですか。これはだし昆布と、はい、あとネギをブツブツと。これだけですね。お酒です。お酒。はい。ね、小笠町の友達も言ってました。夢も三年もしたって。うん。やっぱりみずみずしたっていうんですかね。これがすごいですね。本当美味しいです。新鮮さもありますから、プリプリとして美味しいですよ本当に。美味しいです。もうこれに生ビラでもあんま美味しい、あー、出汁の味が美味しい。